香港チャンネル。質問が来ています。はい、旭川の、はい、女子中学生が投資した事件ですが、はい、これについて第三者委員会が会見を開いて、はい、女子生徒が2つの学校の上級生から10件以上のいじめを受けていたことを明らかにしたと。ということで、まあ、ようやくこう、ちゃんといじめと認定したということなんですが。いやいや、認定っていじめってなくなってんねんから、いじめでもなんでもないし、ね、そういうことがね、影響して亡くなった原因でもあんねんから、それは、殺人事件や。それをどう超えてんねん。ほんで、なんか10件以上に及ぶ事実があってんやろ。ね、それは、その、なんていうの、これ未成年やからいじめって言うの、こう、でも、これ社会人やったらなんて言うの、おごらしたりしたのは恐喝とかやろ。まあそうですね。うん。だから、これもおかしいねんって、うん、その、成人年齢がね、18歳になったっていう話にもなんねんけども、これって、その、人間としてその子を扱ってないし、で、何な、教育委員会の方はなんかいじめに気づくことできず申し訳ないって、そんなもんね、なんぼも、この信号出しててんやろ、その子は、合図を。そうですね。うん。で、家庭でも言ってて、お母さんも、うん、そういうふうに報告してんやろ、学校に。うん。だからそれは違いますよって、なり合いで信頼関係がある中でとかな、うん、言ってたような返しや。いや、そこでちゃんと調べて、ほんで、言い方も難しいと思うねんけどな。その、いじめてる側に対して、お前らいじめてんのちゃうかって言って。で、ほんまにいじめてっても、いじめてないって言って。で、それを、あれお前なんでそれ、この先生が知ってん、チクったんかってなるから、また、クリア。そこはね、難しいとこやけども。だから、学校の中に相談室っていうのを、もう第三者みたいなのも、これから置くべきやと思うね、うん。民間の俺らみたいなんでもええから。はい、で、俺らってもうね、痛いから。いや、あんたいじめてるらしいな、と。うん、全く関係ないから、うん、この子って。うん、この子言うてんねんから、いじめたらあかんど、と。うん。うん、で、また何かあったら、うん、いや、もういじめたらあかんどって。ほんならもうちゃんと出るとこに出て、公にしてもうて、もうそういうふうにしていかな。いじめは、基本なくなれへんと思う。そうですね。これね、解決したとしても、帰ってけへんねんで、この子は。うん。そやから、この、ね、エスコちゃん、ね。うん。エスコちゃんちゃう、Sさんね。Sさん。Sさん、帰ってけへんねんから。で、ここのご家族の方も、それが、報告があった、認めてもうた、認定されたってなったとしても、うん、こんな無念は何も解決せえへんやん。そうね。うん。だからその、やった10人っていうの、うん、?7 人ぐらいですね。7人。はい。7人っていうのは、どういうふうな処罰があるのかは、うん、分からへんけども、未成年のやり口なのか、やり口じゃないのかじゃなくて、うん、その、未成年やから、どうのこうの、ではないと思うねんけどね。うん、そこの、まあ、親御さんたちもいてるんでしょ、うん、そういう方々でもしっかりそういうことをどうやって償っていくか、うん、でも償う相手がいてないねんで、もうそうですね、うん、亡くなってんねんで、でもお母さんはなんぼ償ってもらっても反省してもらってもって、これ当たり前の親心であって人間やと思うねんけどね、うんうん、こういうのをずっと、もっと全国的に、発信していかな。ねえ、なくならないですもんね。なくなれへん。ほんで、こういうことしたら、こういうことになるねんでっていうのを、せな、あかんと思うね。これをね、また、暴力的な抑止やなとかな、うん、いう方もおるかもわからない。いや、こういうことしたら、こういう目に遭うねんでっていうのを、しっかり、せなあかんし、ほんで、そういう、コーラは何か、そういう施設に入ったりもすんの？どうなんでしょうね。うん、そこのところも、うん、もう分かれへんや、うん。うん。ほんで誰が手を下したかっていうのもね、うん、間接的に7人おったら、うん、それを、
言うた子、うん、それを見てた子、うん、ね。そして、それに加担して、ね、脱がしたりとか、はいはい、写真を撮った子とか、はい、いろいろあるけども、それの証拠とかもまた出てくるけど、まだこれをね、今までなんでこの人が亡くなってんのに、いじめが、うんとか言うてる場合ちゃうやん。で、ね、これ警察もなんか捜査しないんですかね。うん、なんでせえへんかったんかなって、ね、これ市長が変わったらこんなに早く行くねんで、うん、そうですね、うん、ほんなら何やったんってなるやん、うん、何かあのほら勘ぐってまんやん、深い闇があんのかって、はい、うん、そこにはあって、でその子のね、あの私もその YouTube さしてもうたけどね、一緒に元警察小川大平さん、はい、小川さんともやらしてもらったけども、だから小川さんもまだまだ捜査っていうか、この取材はされてると思うんで、うん、ね、もうその小川さんの方の YouTube を見ていただいてし、だん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 分かっていくことやと思うんですけど、こういうのもやはりね、どういう各紙がやんのか、これ週刊誌、文春さんが。文春さんがね、戦闘機ってやってはりますから、ね、やってはるやろ、うんうん。そこのところをどういうふうにほんまに、世の中の大人たちはどう見てんのか、うん、で、文科省の人間もせやし、教育委員会もせやし、教育者、その当事者の校長ね、担任とか名前も挙がって、ね、その人たちもどういうふうな思いで、これからの人生を、うん、その人らがしっかりしてたらこういうことは起きてなかったんやろ、うん、なんでそういうふうに何か脅されてたんかいなっていう話になるやん、うん、その人らも、うん、それかもう全くのことなかれし、ね、中学2年生の女の子があれ通して、ね、うんうん、それは何が原因かっていうのは、うん、こうやってね、いろんな証拠がバーッと出てきて、ほんで遺書にも書いてあんねやろ、ね、でその LINE とかもあんねやろ、うんうん、そこまで出てて、なんで「あのいやちゃうねん」って言えてて、ねえ、もう殺人事件や、ほんまそうですよね、殺人事件っていう言い方をせんとね、うんうん、これほんまにまあいじめの延長でこうやって亡くなる方がおるから、いじめっていうのは陰湿なもん、うん、こんなんてお前あるでしょ、呼び出されて、はい、もういろんなことね、うん、俺もう記事読んで、はい、あの嫌なったからもうそこはもうあえて言えへんけども、うん、そういうことをね、まず、自分の身近なあね人たちにされてたりとか、うん、したらどう思うんやって、うん、その校長もね、自分子供いてるやろ、そうね、うん、ほんでましてやその加害者の人間たちも親がおって、その親はどう思てんねんと、うん、いや、ほんとね、うん、ほんまにこれは許せんで、これはそのいじめで終わったらあきませんよというところでございます。皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。そしていいねを押していただければ、また私も励みになりますので、よろしくお願いします。香港からのお知らせでした。